千野市民館は、長野県千野市にある文化複合施設である。劇場、音楽ホール、美術館、スタジオ、図書室、レストランなど、様々な機能を合わせ持ち、利用者によって、多様な使い方に対応できる。千野駅東口京場駅舎から通路が伸び、直結している。設計は建築家、古谷信明である。2007年、デザインが認められ、 日本建築学会賞、日本建築家協会賞受賞。2011年、日本芸術院賞受賞。毎年9月中旬ごろ開催されている、小津安二郎記念盾品高原映画祭の会場の一つ。茅野市民館は、茅野市が同市民館条例に基づく、市民の生涯学習及び、地域文化創造の交流拠点として設置した施設で、主要な施設として、 千の市民ホール、千の市美術館、千の市民館図書室、市民館広場、イベントスペースがある。用地は、住宅、商店跡及び、千の駅側線跡のほか、北から順に、新圧館静止場跡地、受三所、跡地、株式会社地上与商店事務所、同館転倉庫跡地である。千の市美術館は1980年7月に、千の市図書館、 美術館として、千の市玉川に建設されていたが、千の市民館がオープンしたのを機に、美術館の未館内に移転。郷土の作家を中心に、常設展示、企画展を開催している。主な所蔵作家日本が洋画彫刻書道、工芸建築版が写真現代美術この節の出展。ありがとうございます。